高いなっていう感じでしたからね。山瀬、山瀬狙うか、きた、山瀬先制ゴール、自分で持ち込んでいってフィニッシュまで行きました。見事なコースをこじ開けるターンの切り返しの速さ、左から右に持ち替えてそしてシュート、フィニッシュも正確。まあ、出ましたね、これでシュートの意欲、前半から3本目ですけど、ちょっとロニーが前に走った分スペースがなくなったかなと思ったんですけど、逆にロニーが動いてできたスペースを使いましたからね、はい、ロニーのいる方にコースを取ってシュートしました。見事ですよ、まあ、この辺がやっぱりシュートの意識の高さと決定力がね、まあ、ちょっと代表見ても外せないなっていうぐらいの存在になりましたよね。山瀬は、山瀬のゴール、まあ、ただやっぱり FC 東京の立ち上がりサイド松田、松田、山瀬が狙う、最高、これが山瀬の力、素晴らしいね、あれ決めるか、あの距離からあのスピードで、そしてあの威力、ゴールマウスの中に吸い込まれるというよりも自分がぶち込んでいったようなシュート。いや、しかし松田いいボール落としましたよ今ね。締めくくりまで、そうですね、とどめを刺したっていうか、まあ、2点取って悩ましたからね、中東京も。はい、それでは今日2得点決めました山瀬浩二選手にお話を伺います。まずは今季初ゴールまとめて2得点、今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、ここまで、チャンスがあったのになかなかちょっと点数を取ることができなかったんで、まあ、やっと点取れて少しチームの力になれたかなと思います。はい、ゴールシーンを振り返っていただきたいんですけど、まずは1点目、後半1分早々のゴールでした。あのシーンを振り返っていただけますか。まあ、ルーズボール拾って前空いてたんで、とりあえず行けるところまで行こうとは思ってたんですけど、まあ、最後ちょっとモニが、寄せてきてたのが、まあ、見えたんで、切り返したら、まあ、うまくコースが空いてたんでね。はい、そしてロスタイムも思いっきり振り抜きましたね。まあ、あれもマスさんがいいボールを落としてくれたんで、まあ、本当に打つだけだったんですけど、まあ、入ってよかったです。はい、リーグ4試合戦ってこのマリノスでのサッカー手応えというものは感じてますか。やっぱり方向性というかチームとしてやろうとしていることに間違いはないかなという感じはするんですけど、まあ、あとはもう少しこう完成度の部分で、もう少し時間は必要なのかなという気はしますけど、今のサッカーで間違いはないかなと思います。はい、前節の負けを引きずらずにこの連戦で連敗しないということも大切ですよね。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、連戦関係なしに、まあ、連敗しないということがやっぱり大事だと 思いますし、まあ、いい流れで来れたんで、まあ、次の試合もしっかりと勝ちに行きたいです。はい、それでは次への意気込みをお願いします。まあ、やることは変わらないです。はい、今日と同じようなサッカー、まあ、マリノスらしいサッカーをするだけです。はい、ありがとうございました。山瀬選手でした。